い、どうもコミです。さて本日はですね、ディガホグに関して、見ていきたいというふうに思います。まあ、このディガホグっていう編成結構ね、使ってらっしゃる方、多いと思うので、もう、まあ、どんな、編成かっていうのは、まあ、戦術かっていうのはね、分かってらっしゃるんじゃないかなと、まあ、いうふうに思うんですけども、まあ、一応ですね、それを振り返りながら、なんでこの戦術こんなにね、強いんだっていうところに関して、まあ、私なりの、考察をですね、していきたいなというふうに思ってます。で、まずですね、このアタック一回見てもらえたらなと思います。まあ、ディガホグをするには、まあ、うってつけのような配置ですね。で、まあ、ディガホグってどんな戦術かっていうところ、まあ、簡単にお話をしますと、まずですね、アーチャークイーンに、ヒーラーをつけたクイヒーですね。クイヒーパートによって、相手の、このギガテスラだったり、まあ、ギガインフェルノ、あとは、防衛具ですね。これを、折っていきます。で、折った上で、ディガーたちを、ディガーとあとは、ホグライダーですね。これを流すルートを作っていって、そこを、あとはもう一直線かな、または L 字化に、ディガホグを一気に展開すると、まあ、いう戦術ですね。今回で言うと、アーチャークイーン、クイヒーが、この中に入って、まあ、この辺を全部こうね、折っていくような格好になります。で、その流れから、ここですね、ここに、ディガーと、あとは、ホグライダーを一気に出して、面でガンとね、こう押していくと、まあ、いうような格好で攻めていきますね。こっちに関しては、キング、あとはもう一個、投下弊社、これですね、こいつをここに持っていくと、まあ、いうような格好になってますね。でですね、これなんでね、こんなに強いのかっていう話をちょっとするには、やっぱりディガーとホグライダーが、まあ、出てきてからの方がいいかなと思うんでね、そこを出てきたらちょっと、より深掘っていきたいというふうに思うんですけども、簡単にまあ言うとですね、面で押していけるんですね、これ。面で一気に押していけるんですよ。ラインじゃないんですね。まあ、この後、ディガーだけの、編成だったり、あとは、ホグライダーだけの編成も、まあ、比較として見てもらいたいんですけども、まずこのディガーの編成、これ今一直線に、ここの状態、見てもらうと、はい、止めますね。こう一直線にこれ、面が、フェイスができてますよね。で、これが、より後にこう進んでいっても、やっぱりですね、面ができるんですね。で、なんでこの面ができるのかっていうところを、お話しするには、やっぱりさっき言ったような、なんていうかな、ホグライダーだけ、ないしはディガーだけで、なんで面が作れないのかをね、同時に話した方がいいと思うので、まあ、そこで詳しく話すんですけども、ここでもこうですよね。面ができてますよね、しっかりね、こういう風に。これが、あとディガホグをね、強くしている、まあ、要因なんですね。もう間違いなく、これじゃないかなっていう風に思うんですけども。で、そうなることによって、防衛室からの、まあ、横打ちなんかがなくなったり、あとは、回収のし忘れ、まあ、し損ないによる、時間切れ、まあ、こういったところがなくなると、まあ、いうのがですね、このディガホグ戦術を使う上での、まあ、もう一つの強みかなというふうに思いますね。まあ、両方の強みを出している、まあ、ポイントっていうのはどちらもこの面による押し上げ効果、まあ、ここに、尽きるというふうに思います。で、ですね、比較対象として、まずちょっと1個見てもらいたいのが、こちらですね。キヨさんがもう 98% 本当に惜しかったんですけども、まあ、取ってくれたこのアタック。これ今度ディガーですね。ディガーがかける29と、まあ、結構ね、ディガー編長の、クイヒーディガー編成という格好になってます。で、このクイヒーディガー、クイヒーパートをこっちにこう歩かせていきながら、こっからディガーを一気に流し込んでいくと、まあ、いうようなね、攻め方になってくるんですけども、ディガーが出てくるまではね、ちょっと、攻めをじっくりとね、こう見ていきたいなというふうに思います。まあ、この辺の、ポイズンによるラバーパピーの処理とかめちゃめちゃうまいですよね。ただですね、このね、バーバリアンキングの動きが、これね、すごい面白かったんですよね。なんでかなって私思ったんですけども、おそらくですね、このまあ突破兵器、こいつがここからこう入ってきて、ターゲットを取りながらババキンがこうオーバーラップしていくような感じになっていって、で、これで何をしたいのかというと、おそらくですね、キングでこのままこっちをこうカットしていって、アーチャークイーンをこう流すっていう、まあ、プランを描いてたのかななんていうふうに、まあちょっと思いましたね。うん。
多分そうだと思うんですけどね。まあそれにしてもロイヤルチャンピオンのちょっと出すタイミングもこれ少し早いですよね。買ったりするので、まあ、少しこれはなぞるとしたら、まあ私だったら修正入れるかなっていう点が、まああるような気は、まあしますかね。はい。で、一気にこうディガーがスタートしましたね。で、ちょっと見てみてもらいたいんですけども、ディガーが今完全に人塊になってるの分かりますかね？ここ。ここですね。完全にディガーがここに固まっちゃってますよね。これが、非常にですね、ディガーだけで攻める場合、よく起こりやすい、まあ、そのミスにつながるポイントだと思うんですね。ここもそうですよね。スケルトントラップとバーバリアンキングに釣られて、完全にディガーがここに集まっちゃってますよね。こういう風に、一箇所に。これがね、やっぱり良くないんですね。こうなっちゃうと、面で押し上がらないんで、このインフェルノタワーからの攻撃なんかもずっとこう受け続けるわけですよね。ここからずっとこうダメージを受け続ける。まあ、こいつも攻撃してくるということになりますよね。これがもしも、ここの面で、攻められていたら、ただかなり全然ね、戦況がまあ違ったと思うんですよ。まあ、最終的には、このインフェルノ2本が残ってしまって、98% に終わるんですけども、まあ、こんな感じですよね。完全にディガーがもう束になっちゃってる。で、束になっていると、まあ確かに強いんですよね。複数攻撃ができるイエティなんかだとすごい強いんですけども、この束になっちゃうと、オーバーキルしちゃうんですね。わかりますかね？どういう意味か。つまり、もうこれ以上ディガーが攻撃しなくても破壊できるような施設の、これ以上ディガーが攻撃しなくてもいいよっていうぐらい過剰な攻撃をディガーがこう1個の施設にしちゃうわけですよ。なんで、もう進行がすごい遅い。進行が遅いっていうことは、時間切れのリスクも当然発生するし、一方で、相手の防衛からこうダメージを受ける時間も長いので、まあ、なんら得なことはないですよね。で、まあ、今回に限っては、時間が切れてしまって、こうね、全開逃すという形になりました。もうあと10秒ぐらい、まあ、あればっていうところで、本当に惜しいね、ナイスアタックで、まあ、全然酷評するポイントないんですけども、まあ、序盤のキングのカットといいね、すごいアイディアに富んだ、アタックだったんですが、まあ、ちょっとこれは悔しかったかなというところですね。まあ、こんな形で、やっぱりですね、ホグライダーだけを出しちゃうと、まあ、一箇所に集まってしまうということによる、その面での押し上げ効果っていうのが期待できない。まあ、これがですね、まあ、そのディガーとホグライダーを組み合わせたときに、まあ、よりその相乗効果が発揮できる、まあ、その、一つのヒントかなというふうに思いますね。で、こちらはマンタさんですね。マンタさんのアタックは、クイヒーホグです。まあ、このあたりをクイヒーでガッとこう削っていって、で、ホグライダーのルートを、まあ、こんな風に作って、ここをホグで回すという形ですね。で、まあ、序盤見ていきましょう。これはでもね、ちょっと私、しびれましたね。よくこれ壁の中に戻ったなっていう風に思います。この後戻るんですけどね、こんな風に。多分これはラッキーだったかなという風な、まあ、気がちょっと、まあ、しないでもないかな。失礼ですけどね。ここまで計算して、この壁開けしたりしてたとしたら、めちゃくちゃ、まあ、レベルが高いアタックだったと思うんですけども、ちょっと私は自分では全くやれる気がしなかったので、まあ、これもちょっと、プラン外だったんじゃないかなっていう風に勝手に想像しました。はい。ただまあ、当初の予定通り、しっかりね、壁の中に入って、もうこの辺の壁の外の施設も含めて、こう、アーチャークイーンが、カットしていきますね。こういうとこですね。カットしていくので、まあ、ホグのルートはこんな風に出来上がってくるという格好で、ここからですね、一気に面で、ホグを出すんですね。なんですけども、まあ、結論言うと、これ全然面での押し上げなんないんですよね。ちょっと見てもらいたいと思います。なぜかと、まあ、言うのが、まあ、さっきのディガーのパターンと同じで、よくわかると思いますね。このホグライダーの動きを見ると。さあ、出てきましたね。出てきて、このホグたちが一気になんと、このテスラに向かって、集結しちゃうんですね、ここ。集結しますよね。そうすると何が起こるか。ここですね。集結してますよね。そうするとやっぱり起こるのは、オーバーキル。あとは、スローですね。時間がかかりすぎる。なんですよ。なんで、ダメージをいっぱい受けちゃうんですね。防衛施設から。
見てください、これガンガンダメージ受けまくってますね、こういう横にある石ですから。でもこれを壊しに行くホグがいないんで、延々とホグライダーはインフェルノから撃たれ続けるわけですね。このダメージすごいもったないっていう状態になってしまって、最終的には火力に耐えきれず、まあ、全部やられてしまうということですね。このグランドオーデンの像とか、この対空砲とかインフェルノとか、まあ、完全に残っちゃってますよね。だからこいつらがずっとホグを痛めつけ、まあ対空砲は関係ないか、を痛め続けてね来てくれたおかげで、ダメージかな、ダメージ与えてくれたおかげで、ホグライダーがね最後まで伸びきれなかったと、まあ、いうとこですね。はい、まあでもまあこれもクイーンとねバーバリアンキングあとグランドボーデンいるので、まあ、時間があればワンチャンもしかしたらなんていうこともちょっと期待できたんですけど、まあ、時間もね苦しかったんで、やっぱりですね、ホグライダーが、いないと、まあ、前回まではいかないというところでしたね。やっぱりここもそうですね、面で出したんですけども、面ではなくもう線こうですね、ラインになっちゃったんで、これが残念ながらダメだったというところですね。まあ、ちょっとですね、まあ、最近この海外の方が見てくれることが結構多いみたいなんで、私の動画少しですね、まあ英語を交えながらやっていこうと思います。まあなるべくわかるように、言葉では日本語、まあ少しこうねカキカキするときに、まあ英語を使うみたいなね格好にしていきます。まあ最後、これもう一回見てから終わりましょうか。本当にねこのミッチーさんのアタックは面で押している感がよくわかるので、まあ、序盤のねクイヒーパート、まあこれもうまいんですけども、非常にね、まあそこは今回の話の肝ではないんで少し飛ばしていきますね。アチャクイーンでしっかり防衛軍の処理、さらにはこのギガテスラと防衛軍、これを処理し終わってから、ディガホグを展開するというところですね。はい、ここでアーチャークイーンが、壁の中に入り、ディガホグパートを、スタートするためのギガテスラの処理、まあ、この辺が終わったというタイミングでこれですね、投下兵舎を出して、で、ディガーパートをこう展開していきます。で、投下兵舎はねディガホグと本当に相性がいいです。これベストマッチですね。こいつとこのディガホグすげえいいマッチ、ベストマッチしますんで、これはね、ディガホグ使うときにはよく、活用した方がいいと思います。ただ、言いたいのはやっぱここですね。ここ、今、綺麗に、ここに面ができているということですね。で、さらにこれが先に進んでも、面になっているというところですね。まあ、この辺見ても分かる通り、ここもしっかりとここで、面ができているということですね。で、こんな風に行く理由っていうのは、やっぱりですね、ホグライダーと、ディガーを使った場合って、ターゲットがそれぞれ違うじゃないですか。なんで、ディガーとホグライダーが、別々のルートを通ることによって、こういう面ができるんですね。言ってみるとわかんないかもしれないですけど、これホグライダールートですね。これホグライダー。ホグルート。で、さらにここが、こんな感じで、ディガールート。ディガールートですね。で、さらにここから追加の、ホグ。アドホグって書けばいいのかな、追加のホグが出てくるということで、ここで面ができるわけですね。ここでも面ができると、まあ、こんな風にしっかりとね、面を作っていくっていうことができるからこそ、このディガホグは強いので、間違ってもですね、あんまり幅広いところにドンって出しちゃうと、いくらなんでもその面ができきれずに、まあそれがなんていうかな、細い面になりすぎちゃって、ね、結果的にさっきのね、ホグラッシュやディガラッシュという、同じような感じで終わっちゃうという点からすると、しっかりとアーチャークイーンで、クイヒーパートで、ホグのルートを限定しながら、投下兵舎を使って、さらにそれをこう狭め、で、こう限られた範囲ですね、ここ。ここはしっかり、アーチャークイーンで削っていって、で、ここはね、投下兵舎。こいつで削っていくと、こいつですね。こいつで削っていくと。こんな感じで、残ったこの辺をしっかりと、ディガーとホグを使って削っていく。まあ、こんな風なね、考え方をして、ディガーホグのルートはそうは言ってもなるべくこう狭く、工夫すると、まあ、よりね、アタックが成功しやすいんじゃないかなという風に思いますので、ぜひぜひね、このあたり参考にしていただきながら、ディガーホグ戦術まだまだ全然強いというか、ほんと猛威振るってますんで、まだ。使いこなしてバンバンね、気持ちのいいアタック、してもらえたらなという風に思います。
はい、というところで本日は失礼いたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブにも対戦大好きだよって方遊びに来てもらえたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。